実際にですね、その治療されていた時は、お仕事はされていたんですか？そうですね。もう仕事は、馬の飼育管理の仕事をしてたんですけれども、それを抗がん剤打つ前に主治医に話したところ、動物関係はやっぱ菌が心配なので、免疫落ちるかもしれないから、やめときなさいって言われたんです。でも、私には、馬と関わることはすごい大事なことだったし、仕事することでやっぱり没頭できるということで、いろんなことを忘れる時間もあるんじゃないかと思ってましたので、ここは、仕事は続けますと。言い張りまして。もちろん、会社のですね、職場の、理解は必要なんですけれども、理解があれば続けますということで、続けました。結果的には、仕事場の方も協力してもらってですね、抗がん剤打つときは、その分誰かが代わりに出てくれたり、サポートしてくれたので、ずっと辞めずに続けることができました。結果的には本当良かったです。させてもらって。なんかその仕事との両立っていうのも、外から見るとですね、結構負担なんじゃないかなとかっていうふうにやっぱこう見えてしまうんですけども、実際のこう治療してる本人としては、やはりその自分の居場所だったり、社会的な役割だったり、そういうのをやっぱり失う方が嫌ですよね。私の場合はそうだったですね。もうきつくて負担で辞めた方が楽な方もいらっしゃるかもしれませんし、また職場の方はそれなりに私に気を使ってらっしゃったんだろうなと思うんですけれども、それにも増して、自分はそうやっておっしゃるように、社会的なポジションだったり、居場所があるということは本当心強かったです。それでもやっぱりそのお薬の副作用とか治療中のこう体のしんどさとかはあったんじゃないですか？そうですね。やはりしんどかったですね。でも仕事場に行くと、やはり体が やっぱ動いちゃうので、気は紛れました。多少気づくって、やっぱね、動けるもんですね。ただ、抗がん剤を打った1週間は、やはり休ませてもらってました。やっぱりね、ちょっと気を張るというかですね、そうですね。気ですね。気持ちの部分はね、あると思うんですね。あと、ご家族の、ご意見とか、他に何かこうご家族の様子とかどうでしたか？そうですね。主人は、発病が分かってから、いろいろサポートもしてくれましたし、仕事も、自由に、任せるということで選択任せてもらいましたし、家のことも、その当時子供もまだ小学低学年だったので、子供の世話も自然にやってくれたので、その辺はもうすごく助かりました。で、子供が小学校2年生ぐらいだったので、やはり説明するのに言葉が考えました。ちょっとこうね、悪いものをやっつけるために入院するんだよ。そのためにちょっとこうおっぱい切っちゃうんだよっていう話をしたと思います。で、点滴した後ですね、お風呂、まだ息子なんですけど一緒に入ってたんですが、こういう姿見せとこうと思って、ちっちゃい頃からですね、もう自然にこういう姿を見せるためにお風呂は一緒に入ったりしてました。で、今もう高校生になっているんですけど、中学校になるときにもう一回、乳がんという言葉と、抗がん剤、治療という言葉を使って説明し直しました。で、本人の反応は、そんなに深刻に返答はなく、そうだよね。でもなんとなくわかる。みたいな 男の子ならではの、あんまり言葉はなかったですけども、そこで、またちょっと一歩上がった理解をしてもらったんじゃないかなと思ってます。そうですね、やっぱりその、男の子って異性っていう部分との、やっぱその年齢的な思春期っていうところ、やっぱり子供は子供なりにいろんなやっぱ心配をしますし、だけど、でもやっぱお母さんが元気でいて、ね、欲しいっていうのはもうそれ間違いないですよね。
思いだと思うんですけども、でも本当に身近にそういう病気を乗り越えた人がいて、はい、傷を自分がちゃんとこう見せてくれて、はい、でそれに向き合ってるっていうお母さんのその背中を見てるというか、はい、ね、見てもらってると思います。だからまあその子どもの感受性とか年齢とかによってやはり皆さん悩まれるところではあるんですけど、ね、子どもさんにはちょっと本当皆さん悩みが多いですね。特にちっちゃいお子さんだと余計ですね。で余計な心配をかけたくないし、だけど隠すのもバレるからですね、子どもに対してですね。そうですね。そこであのいろんな想像を子どもさんにさせてしまうのもちょっと子どもさんもきついんじゃないかなということで、ある程度やっぱ事実言ってあげた方が私はいいんじゃないかなと思います。まあ、言葉は選びますけれども、そうですね。はい、ね、うん、まあ、実際そこからもう、もう約10年ほどですね。そうですね、気づけば。ね、はい、ゴールテープを切って、行くっていうような、はい、順調にですね、今いらっしゃると思うんですけども、はい、やはり今、まあ、検診率が上がることが、まあ、上がっていけばいいなと思う反面、それで、がんが見つかる方もすごく増えているんです、ね。あ、そうですよね。はい。で、まず、まあでも今、早期で見つかれば、その、どういうの病気であれですね、今もう早期発見すれば、本当に治るっていう。あ、本当そうです。はい。今なっているので、どんどん、まあ、検診っていうのもですね、啓発しないといけないなというふうには思うんですが、はい、まあ、見つかって、実際ですね、それを、まあ、良性か悪性か分かりませんだったり、まあ、悪性ですって言われたり、その手術が必要です、抗がん剤放射線治療とかって言われた女性っていうのも多分この動画をですね見られる方と多いと思うんですね、うん、実際永山さんはその乳がんの中で、はい、どういうこう種類の病気になったんですかね。乳がんの中の種類、あら、何ですか、ね、なんか、あ、グレード、うんうん、ああ、ですね、正直、その、最初の主治医からはっきりしたグレードなかったんですよ。で、うやむやのうちに私もなんか聞き損ねて、で自分でまあ自分の病状を調べて、いい方にとったらステージ2の A とかなんです。でも、やっぱ最悪リンパ行ってたので、まあ、ステージ3かなと、はい、思います。3です。まあ、2か3ぐらいってことそうですね。はい、まあ、ステージも上がればその重症とかその、はい、っていうのじゃなくて治療方法でステージが変わってるそうですもんね。ああ、そうですね。どういう方向でいくかっていう基本的な情報になると思います。はい、ですよね。はい、まあ、でもそのいろんなステージで見つかる、そのゼロで見つかる方もいらっしゃいますし、その、ね、その場所もどこに、あ、そうですね、いうかね、そのリンパの リスクがですね、リンパに浸潤していくっていうリスクがあるかないかとか、はい、まあ、はい、いろんなこう、あとその、まあ、おっぱいの奥とかだったら見えにくいとか、あ、そうですね、発見されにくかったりですね、うん、なんかいろんなケースがあるし、いろんな年齢、いろいろ、そうですね、いろいろですね、一人一人違うと思うんですけども、まあ、これから実際その外科手術をしたり抗がん剤治療をしたりして、こう病気をの治療に立ち向かっていくですね、うん、そういう方に向けて の、はい、まあ、メッセージとかがあればお願いしたいなと思うんですが、うん、そうですね、やはり治療とか、まあ、病気に対して怖い部分はあるんですけど、自分でしっかり把握することは大事じゃないかなと思うので、まあ、調べたりまあ、人に聞いたり、いろんなもう主治医だけじゃなくっていろんな方の意見を聞くって、その中から自分の納得した治療法だったり方向に進んでいくっていうのはすごい大事なのかなと思います。ただその情報もいろいろ氾濫してるからですね、自分でこう選び取っていくっていう賢さもいるんじゃないかなと思います。ちょっときついですけれどもね。で、あと、まあ、治療を進めていく上で、やはり宣告されたり、まあ、私はリンパに
転移してたというところですごい落ち込んだんですけども、もう宣告された時点で落ち込む方もいらっしゃると思います。で、まあ、そういう方になんですけれども、一回こう自分が別世界に行ったような気分になるんですよね。私はそうだったんですけど、今まで付き合ってた友達や家族や、皆さんとの別の世界、一線引かれたような、すごい孤独感を感じるんです。で、しばらく、まあ、その孤独感は続くんですけれども、まあ、いろいろもがいたり、ちょっといろんな話、体験した方の話を聞いているうちに、あ、一人じゃないなってやっぱ気づくんですね。なので、まあ、今から治療される方に、ちょっと伝えたいのは、もう一人じゃないですよ。まあ、一緒にですね、考えてくれてる方はいらっしゃいますし、まあ、がんの患者の気持ちは、がんの人じゃないとわからないって言うんですけれども、それでも、まあ、手を出せば、握ってくれる、がんじゃない周りの家族もいらっしゃいますし、気づくと横を一緒にね、走ってくれてるかもしれませんので、まあ、どうぞ、一人じゃないよっていうことをですね、伝えたいなと思います。あとですね、今、インターネット、SNS とかたくさんありますし、ちょっとこの時期、患者会参加しにくいんですけど、同じ病気を持つ方でいろいろお話ししたり、SNS でいろんな情報を得たり、また嫌なことがあったら、そこに入ったりする場所はすごく大事だと思います。そこでだいぶ気も軽くなりますし、すごく前向きになれると思います。ありがとうございます。やっぱりそういう不安とか、この気持ちのモヤモヤっていうのを、そのどこに吐き出したらいいかわからないっていうのが、また勝手にいろんな悪い妄想ばっかりすると思うんですよそうでね。すね、一人だったら余計にですね。だからやっぱりその、まあ、一人になったような気持ちにやっぱ陥ることはあると思うんですけども、まずやっぱりね、そう体験した方っていうのが世の中にたくさんいらっしゃるし、実はですね、見てわかんないけどそうでも、す、そうです、はい。いろんな経験を皆さんこう、ね、背負った経験っていうのをお持ちで、まあ、それを乗り越えられて、そしてその、まあ、乗り越える時期っていうのが必ず来るよっていうことと、あとは、まあ、うまく SNS とか、そういうね、話を聞いてくれる方とですね、ね、お話ししてコミュニケーションを。もうすごい大事ですね。やっぱ女性は吐かないとですね。と思います。まあ、すごい、積極的な活発なサイトもありますし、子供さんを持つ、親の方、がんになった、親の方のサイトとかもいろいろあるので、まあ、ご自分に合ったところ探されてですね、まあ、ちょっともうエネルギーがきついですけども、探されたらいいんじゃないかなと思います。そうですね。その、さっきおっしゃったみたいに、今やっぱ情報が氾濫していると思うんですね。なので、こういろんな、いい、自分にとっていい情報もあれば、怖くなる情報だったり、疑うような情報がいろいろあると思うんですよね。なので、まあ、どこかにちゃんと冷静に、まあ、なんていうか、誰が言ってるのかとか、その根拠とか、そういうのをこう見極めるっていうのも必要になってきますよね。これも病気云々じゃなくてですね。本当そう思います。もう選別する力は本当いると思います。もうあれこれ取り入れたらもうパンクしますもんね。そうですね。本当に一人じゃないよっていうのも、永山さんがですね、サロンでいろんな方の、お世話していただくようなお姿でも本当に伝わってくるので。ありがとうございます。なので、もう、まあ、本当にこれから前向きに、とにかく気持ちを明るくですね。ですね。もうね、病気になったものはもう仕方ないって、まあ、思えるようになってくると思うので、まあ、そこからですね、もう自分の人生を楽しんでいくように、なっていただければなと思います。本当に前向きになれるお話をありがとうごどうでざしいょました。貴重う。なお話。ちょっと、前の話だったから、その記憶をこう、たどりながらの、ね、お話だったと思うんですけども、とても伝わるお話でした。
よかったです。ちょっとね、やっぱその時の気持ちに少し戻させてもらって、まあ自分もですね、あ、こういうこと考えてたんだって振り返るいいきっかけになりました。ありがとうございます。過去のことっていう整理をしない、気持ちの整理をですね。そうですね。はい、またこれからの未来にもつながるかなと思います。本当にお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。とんでもないです。こちらこそいい機会いただきました。まだ、コロナが落ち着いて、はい、行き来がですね、少しできるようになったら、また直接お会いできるはい、あ、ぜひぜひ、はい、新しい事務所もですね、早く伺いたいなと思います。はい、お待ちしております。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、こちらこそどうもありがとうございました。